山田平蔵明治7年4月17日は、江戸時代後期の佐賀藩士、佐賀の乱の首謀者の一人、高下元年、佐賀城下東西端工事に、佐賀藩士、山田義三一左衛門の長男として生まれる。藩校行動館で学んだほか、石井又衛門に、関口流柔術の教えを受けた。母親戦争においては、遊兵隊長として、仙台に赴き、 前山誠一郎が仙台城から救出した大宇総徳九条同庫と参謀、大護忠孝の護衛を務めた。その後も東北各地を転戦し、戦後には200国を賜っている。明治4年の廃藩地県の際には佐賀県の長商家に勤務し、さらに石井忠司教や西西都と共に鹿児島に留学し、霧野俊明や村田新八の地遇を得ている。 明治7年決起直前、横尾住高と中橋東一郎を伴って、熊本を訪れ、佐賀への遊学歴のあった平川一と面会し、支援を要請した。日向は等はこれを抱くしたが、学校等は50人ほどが一堂に開始議論をするばかりで、軽進党員とも意見の一致を得ず、賛同が集まらぬまま佐賀すでに動くの方を聞く。 勇士を募り歩くが、先村常世にも聞き入れられず止められるも、役場を守らんと、有馬玄内、高田路、下森和田を伴って、佐賀へ向かったが、和活に着いたあたりで、一行は佐賀軍の敗法を聞いた。佐賀の乱では先頭に立って戦ったが、敗色が濃厚となると、最後を高森に決起を促すため、江戸を新兵らと、共に、鹿児島へ脱出した。しかし、 西郷に断られたため一行は四国に向かったが、平蔵は途中上島から日向に引き返し、鹿児島で自首した。乱後の裁判では他の首謀者たちと共に残首となっている。去年31、ありがとうございます。